レディオザービストリップ136回、今週はドラムのトーヤがお送りします。9月もあと1週間で終わりとなりまして、最近はね、過ごしやすい日とちょっと肌寒い日と急にね暑くなったりする日がありますが、皆様体調の方は大丈夫でしょうか。まずはね、近況というかライブの発表がありました。まずは11月14日日曜日、アルルカンプレゼンツその世界、どっちでしょうか、ゼップ羽田にて行われます。こちら久々の対バンのイベントですね。そしてその後11月20日土曜日、デビルズライン3渋谷 WWWX、 こちらまあお察しの通りルイさんのね誕生日の後なんで、みんなでルイさんをねお祝いする日になることでしょう。また本編の後にですね、ちょっとだけ喋らせてもらおうと思います。個人的な近況としてはですね、ちょうど今朝ですね、任天堂ダイレクトにて発表されましたモンスターハンターライズ3ブレイクということで、夏ですね、来年の夏ライズのアップデートやってきました。こちら有料の大型追加コンテンツってことで、あのモンスターハンターワールドのアイスボーンみたいな感じですかね。いや、こちらめちゃめちゃ楽しみですね。ちょっともう全然触ってないですけど、また来年の夏ね発売されたらやり込みたいと思います。それでは皆様からいただいたメッセージにお答えしたいと思います。お知らせがちょっと急になってしまって申し訳なかったんですが、送っていただいてありがとうございます。それでは1通目、ラジオネームだから最近はほぼ L からしか聞いてないセンカ、こんにちは。僕はスマートフォンを買い替えたのをきっかけに有線のイヤホンからワイヤレスのイヤホンに切り替えました。ワイヤレスイヤホンはスマホ本体をポケットに入れなくて良い反面、充電が面倒です。また両耳に入れると周囲の音がほとんど聞こえないので片方だけにしています。イヤホンはどのようなものがお好きですか。はい、イヤホン論争はねこれもキリがないとは思うんですけど、僕が今使っているのは AirPods Pro ですね。こちら本当に Apple の回し物ではないですけど、とても快適です。このね、ワイヤレスイヤホン充電が面倒ってのもすごいわかるのと、両耳に入れると周囲の音がほとんど聞こえないっていうのは、この多分種類によっていろいろあると思うんですけど、ノイズキャンセリング機能が基本的についてると思うんですが、ついてないやつなのかな。 AirPods の場合は周囲の音を基本的には取り込んでくれて、ノイズキャンセル機能を使うともうほとんど周囲の音が聞こえなくなる仕様になってるんですけど、もちろんねこう歩きながら使う時とかはやっぱりノイズキャンセルしちゃうと周りの音も本当聞こえなくなっちゃうんで危ないんで、ノイズキャンセルにはしてない通常の状態で聞いてまして、電車とかのこう乗ってる間結構ね電車のこう動く音とかで音楽が邪魔されたりするんで、そういう時はノイズキャンセルを使って結構快適に音楽を聴いてるんですが、こう寝る時とかに眠れないなみたいな時にこう曲を聴いたり動画を見たりしてるんですけど、この充電問題もう全然寝れなくて長時間使ってると、こう例えば両耳使ってると両方ともこう電池切れちゃってこうイヤホン使えなくなるみたいなね、でこう通常のイヤホンに切り替えたりするんですけど、裏技じゃないですけど、こう片方だけ使って片方切れたら今度もう片方に切り替えるみたいな、まあ、これは動画に限ってですけど、音楽はねちょっと両方で聴かないとミュージシャンとしてはちょっといただけないかなと思います。なので、センカさん AirPods Pro のご購入を検討してみてください。普通の有線のイヤホンだと、まあ、このまた Apple の回し物みたいになっちゃうんですけど、 iPhone にねもともとついてるイヤホンですね、あれすごく優秀だと思うんですね。コンビニにも今セブンイレブンかな売ってるんですけど、あれすごく好きですね。まあ、曲作りだったりこういろんな作業、アレンジ作業をするときなんかは家ではねオーディオテクニカのヘッドホンを使わせてもらっています。では続いてラジオネームモコ、トーヤくんお疲れヤンマー、お疲れヤンマー、17日が近づいてきてて嬉しくてそわそわしています。質問です。オムライスはケチャップ派ですかそれともデミグラス派ですか、教えていただけると嬉しいです。最近寝れないと言っていましたが、たくさん睡眠とって体調を大事にしてくださいね。ライブ楽しみにしてます。トーヤくん大好きすぎます。愛しトーヤ、愛しトーヤ。はい、ありがとうございます。オムライスはケチャップですね。デミグラスはなんかこううまくいかないイメージというか、自分で作った場合ですけど、なんかこう美味しくできないんですよね。で、あとすごい美味しいなって思えるデミグラスのオムライスも食べたことがないので、もしデミグラス派でしたらモコさん教えてほしいですね。いいデミグラスのオムライスここですみたいな。ケチャップだったらね間違いないと思うので、お家ではケチャップです。あと基本的に外でオムライス食べることはないですね。もう何年前に食べたのかもう思い出せないぐらいないですね。で今ちょっと
編集しながら気づいたんですが、オムライスにデミグラスというかビーフシチューかけたらうまいんじゃねえかなって今ちょっと思ったんですけど、どうでしょう。今度試してみたいと思います。ちょっとねカロリーがやばそうですけど、すでにあるんですかね、ビーフシチュー作ったね次の日とかにね、余ったビーフシチューを使ってオムライフオムラオムライスビーフシチューみたいなね、ちょっとビーフとライスのね酢とフでね、ちょっと失礼しました。では次です。ラジオネームおしるこ。トウヤさんこんにちは。晴れの日は今日トウヤさんはお洗濯してるのかなと思ってしまうほど、トウヤさんイコール洗濯というイメージです。洗濯おじさんなトウヤさんのおすすめまたは今使っている柔軟剤は何ですか、教えていただけたら嬉しいです。先日スケジュールが追加されましたね。10月のライブも追加された、11月のルイさんのバースデーライブも対バンもとても楽しみです。はい、このおしるこさん、この晴れの日はね洗濯してるのかなっていうこのイメージ合ってます。9月はねちょっと天気がね不安定な日が続いたりするんですけど、もう晴れの日は本当に最高です。洗濯だ、洗濯おじさん出動って感じでいつも洗濯してます。おすすめっていうのはちょっと、昔はねレノアハピネスをなんかご利用ししてたんですけど、今はちょっとこれ人生で初めて使う言葉なんでちょっと緊張しますけど、ちゃんと発音できるかな。ラボン、あ、ちょっとダメだ、ちょっとパッケージ見ていきます。はい、すいません、見てきました。ラボンルランジュですね普通に薬局に売ってるやつで、ちょっと大人っぽいいい匂いがします。洗剤はあれですね、あ、洗剤は聞いてねえか、アタック 3X の液体のやつ使ってます。めっちゃいいです。あとねちょっと前ですけど洗濯機をね買い替えたんで、まあ、買い替えたというか壊れてしまったんでね、まあ、新しい洗濯機もすごく快適です。ちょっとね大きめなんで、大きめっていうほど大きくはないんですけど、前のやつよりも少し大きくて、ちょっと溜まってしまったやつも一気に洗える感じが最高です。ちなみにドラム式ではもちろんありません。それでは久々の喜怒哀楽です。皆さんこのコーナーあるの覚えてますかね。トウヤさんこんにちは。今先ほど財布紛失事件を起こしました。買い物に出かける直前に別のカバンに入れようとして、前もっていつものカバンから取り出しやすいように出してて転がってただけで済みましたが、苦笑い。出かける前の私の悲しい出来事でした。トウヤさんの忘れ物事件ありましたら教えてください。あ、そろそろお部屋を出なければ、それでは行ってまいります。笑い。はい、いや財布はね焦りますよね。もういつどこにやったんだってね。もう僕もかれこれ5、6回財布は落としまして、4個ぐらいかな、なくなって、今使ってるのは奇跡的にもう必ず返ってくるっていうね、もう地域の皆様の優しさに救われておりますが、カバンをねこういろんなカバンを使うってなるとね、だんだん中身の入れ替えとかあると思うんで、こういうのすごい焦るのすごくわかります。皆さんね財布は本当に大事なんで気をつけましょう。携帯電話もね、携帯電話で言うとねルイさんの方が忘れ物のイメージあるんですけど、まあ、財布はトウヤ、そして肝心な時に肝心なものを忘れるのもトウヤということでね、衣装を忘れたりとかねありましたね。あと前ですね、スタイルツアーのチケットですね、直接チケットね販売しようみたいな企画の時に、そのチケット本体を家に忘れるという事件を起こしております。皆様落とし物忘れ物には十分注意してね、出かける前に前日に必ず準備をした方がいいと思います。では次です。ラジオネームたまお。トウヤくんこんばんわらびもち。こんばんわらびもち。お風呂入る前にお便りを打ってます。お風呂ってどうして入るまでになんでこんなに時間がかかるんだろうと永遠に悩んでます。お風呂あるあるネタだと思ってるのですが、トウヤくんはどうですか。またトウヤくんの日常あるあるはありますか。はい、これねお風呂に限らずというか、今はね仕事も、まあ、基本的に家だったりするんで、本当にこう何かをするのもとにかく始めるまでにちょっと時間かかりがちというか、やっぱめんどくさいなみたいなのがちょっと頭をよぎっちゃうとね、行動になかなか移せないんですけど、意外とこうやり始めると何でもこうさっともう集中してねできちゃうんで、結構ね張り切って料理をしたはいいものの、流しにこう食器というか調理器具放置しがちというかね、洗うのめんどくせえみたいな、これ某有名な方が言ってたんですけど、まあ、例えば筋トレでもめんどくさいなと思っても一回でもとにかくやれみたいなね、でやり始めるとこうスイッチが入って意外とすんなりできちゃうみたいなね、これ前もなんかラジオで言った気がするんですけど、だからこう頑張って、まあ、お風呂入るのめんどくせえなと思ったら、とりあえず風呂場の前まで行ってみるっていうのどうですかね。そしたら多分もう嫌顔でも入るんじゃないかなと思います。
何でもちょっとでいいからやってみようということですね。はい、続いてラジオネームきなこ、そうやさんこんばんは。最近もうすっかり秋めいてきましたね。朝晩と日中の寒暖差がすごいなと驚く日々です。ゼップまで1ヶ月を切ったということで、より一層体調管理をしっかりしていこうと思います。突然ですが、最近の私のマイブームは YouTube でカエルの動画を見ることです。意外な習性を知れて楽しいですし、何よりカエルちゃんたちが可愛すぎて気づけば毎日見ています。爬虫類、両生類は苦手な方が多いですが、そうやさんはカエルやトカゲはお好きですか？はい、特別ね苦手ってことは全然なくて、まあ、カエルといえば海くんって感じのイメージありますけど、爬虫類とかね、昔なんか恐竜に似てるとかワニに似てるとか言われたことあるんですけど、全然苦手でもないし、まあ、特別めちゃくちゃ好きっていう感じでもないんですけど、こう生き物のチャンネル面白いですよね。結構見てます。植物観察の鬼っていうね、かなりマニアックなこう生き物の観察記録というか、結構見ちゃいますね。動画で見てる分にはね、ちょっと苦手な例えば蜂とかも扱ってたりするんですけど、そういうのも動画だと見れちゃうんで、なんか自分もなんか平気で触れるようになるんじゃないかとか思うんですけど、決してそんなことはなく、この間こうベランダに洗濯しようと思ったら、でっかいアゲハチョウが、アゲハチョウ自体はすごく綺麗な生き物なんですけど、なぜかずっと周回してるんですよ、こう、 うちのベランダを。なんか怖くないんですけど、なんか特別ね近づこうとも思わなかったんで、蝶々が何を求めてひらひら飛んでたのか分かんないんですけど、一応蝶々が去るまで待ちましたね。まあでもカエル、ヘビ、トカゲですね、全然触れないこともないです。虫はちょっと苦手かもしれないですね。あ、そういえばこの間の撮影の前にピアスをちょっと新しく買おうと思って買ったのがちょうどトカゲのピアスでした。ちょっと写真を載せておきます。どん、ごめんなさい、 Mac の上で、しかもめちゃくちゃ全然うまく撮れてないんで、買わせていただいたメディストアさんの画像をちょっとお借りして、こちらです。どん、この銀色と黒のトカゲのピアス、すごい可愛くて一目惚れで買っちゃいました。では次、ラジオネームアイカ、相談ですということで、トウヤくんお疲れヤンマー。お疲れヤンマー、いつも楽しく聞いています。私は朝起きるのが苦手で、起きたい時間の1時間前から何回もアラームを鳴らして起きるようにしています。トウヤくんは朝起きるのは得意ですか？すっきりと起きれる方法を教えてほしいです。はい、本来ならね朝起きるの得意なんですけど、最近はねちょっと寝れなかったりする時が、忙しくてとかっていうよりかは、なんかシンプルに寝れない時があるんですよね。なんか特別悩みがあるとかそういうのではないんですけど、なのでこうぐっすり寝れる方法を教えてほしいんですが、このね1時間前からアラームを何回もかける方法は結構やってたりします。1時間前というか、こう起きる時間が8時だったら、まあ、7時45分ぐらいからもう何回もアラームかけて、あと15分寝れるみたいな、あと10分寝れるみたいなのを繰り返してアラームかけたりしますね。だからちょっと似たような感じですね。あとおすすめは全然できないんですけど、もう遅刻しそうな時の朝ってもうめちゃくちゃ動き早いじゃないですか。おそらくあの時はもう眠いなだるいなっていう感情よりも先にやばいが来ると思うんで、あえてねギリギリに起きてみるみたいなのはどうでしょう。まあ、ただ遅れてしまったらね元も子もないので、この方法はおすすめできません。ではね、あと2通ほど読ませていただきたいと思います。最後までお付き合いください。ラジオネームうさぷり様大好き、お疲れヤンマーです。お疲れヤンマー。トウヤさんに質問です。お互いに好意を持ってるけど付き合ってなくて、相手の異性から名前を間違えられたら怒りますか？その後どう思いますか？はい、これはうさぷり様大好きさんが間違えられたんですかね、それとも間違えてしまったのか、ちょっとそれによりね答え方は変わってくると思うんですけど、一応まあその僕もねまあよくあるエピソードなんですけど、学校で先生のことをお母さんと呼び間違えるみたいなね、めちゃくちゃ大きい声でママって言ったことありますね。もうめちゃくちゃ恥ずかしかったし、先生は怒ってませんでした。あとは自分で言うと、まあ、よくねこれ予測変換とかの問題もあるんですけど、文章サムネイルだったり、まあ、お手紙だったりとかでチョヤさんになってたり、あと、まあ、メールだと東京さんになってたりとかたまにあるんですけど、全然嫌な気持ちとかはなってないですね。怒ったりももちろんしてないです。まあ、こういうことがあったとしたら、まあ、間違いなんてのはね、誰にでもあることですからね。まあ、一瞬で忘れるのが得策なんじゃないでしょうか。余計なことは考えない。まあ、ちょっとね、もやというか、えってなったのは、まあ、だいぶ前なんですけど、この道端で、すいませんと、ピストリップの甲斐さんですよねって言われたことがあって、いや、もうなんか、いろいろ間違いすぎだろうみたいな、そういうもやもやはありましたね。それでは最後です。ラジオネーム、ラブリーアイニャンコ、トヤタンこんにちは。トヤタにツイッター名を名付けていただいてから結構年月も経ち、今では30代前半の年齢になりました。
30代前半でも使えるようなあだ名が欲しくてたまりません。また愛って名前だと語尾にさんやちゃんぐらいで寂しいです。何かいいあだ名をつけていただけたらすごく嬉しいです。はい、あだ名ね。せっかくね、あいにょんこさんがとやたんと呼んでくれてるので、まずはあいたんに変えましょう。そしたらお揃いでね。でそして、まあ、そのさんやちゃんだけじゃ寂しいってことなんで、せっかくね今日ニンテンドーダイレクトで発表がありました、モンスターハンターライズサンブレイクということで、あいたんアットサンブレイクでどうでしょう。あ、この人モンハンやってるんだなっていう、まあ、やっててもやってなくても思ってもらえることで、お年齢とか気にしなくていいのかなみたいな。ぜひ使ってください。プロデュースバイトヤタンアットラボンルランジ。はい、メッセージありがとうございました。以上となります。はい、冒頭でもお知らせしましたが、11月にね、2本ライブがありまして、でまずは対バンイベント、ハードなメンツに囲まれておりますが、ビストリップはビストリップらしく大いに盛り上げていきたいと思います。久々の対バンなんで気合い入れていきます。みんなも全力で応援よろしくちゃんです。そしてルイさんのバースデーライブデビルズライン3、以前のリミスタでバースデーオリジナルソングを作るという約束をしていてですね、スケジュール帳にしっかり入っておりました。はい、こちらも制作しつつですね、みんなで一緒に盛大にお祝いしたいなと思います。よろしくお願いします。でどちらのライブも初めての会場なので、それも楽しみです。それでは最後までお聞きいただきありがとう。やまた来週、お疲れ山。あ、ちょっと試しにエンディングの曲変えてみたんですけど、どうですかね。多分今回限りです。